この炭を作るっていうのはね、もう本当未来を守る一番簡単だ。あの何の技術もいらない、あのやり方なんです。だからぜひ皆さんもこれをやってほしいんですが、これがね高いんですよ。これがねいくらやったこれ？5万2000円やったっけ？あ、10万と思う。10がそうこっち。え？こっち。あ、そうか。あ、各あ、そうです。5万ぐらいですね。5万4000円。うちは5万2000円。あ、本当ね。うん。うちこれで儲かるつもりないんで、うん、普通ネットで買ったらどんなやつ作っても6万以上してると思うんですよ。うちはあのこれで儲かる必要ないんで、あの卸店の登録をして卸価格にほんのちょっとクレジットとかいろんなことがあるからほんのちょっと足してあの出してますので、あの、まあ、別にうちから買わなくてもいいんですけど、どっからか買ってね、でこれをみんなでやってほしいので、これが5万2000円、これが10万ぐらい、これはボンボンなくなるからね。もう大量にできます。で、5万するけどね、もしよければ買った人は私のところにもメールしてほしいの。で、うちの、 あの M100 この欄にね、なんとか県の誰とかさんが持ってますって、あのもし書いていいならね、それで電話番号を書いておきます。電話番号でも書けばビーンってなって、あなたのね組を貸してくださいって参加して、1週間2000円とか詰めとくんですよ。思ったら竹いっぱい集めとってね。だって1日4、5回できるんですよこれ。1日で相当作れるんですよ。そしてまた返せばいいんですよ。でその人2000円ですもん。でその人は週に2000円ですよ。持ってないね、あれは。1ヶ月で8000円ですわ、ね、で10ヶ月で8万円は、もう4万円儲かってんのこいつ。自然で2年やったら儲けするんですよ。どっちも助かるわけよ。これをみんなから買うんですよ。これステンレスだからね、意外と難しいんですよ。鉄と違って。だから、ステンレスって意外とここも難しいんで、値段高いしね。だから、私はちゃんと本物をちゃんと買った方がいいと思います。ただね、いい加減に取り扱うと、その接合部分が外れたりする人もいらっしゃいますので、普通に丁寧に使えば全く壊れることってないんで、あのぜひ、あの金持ちの方が、ね、そして、うちに報告すれば、それで周りの人に貸してください。一週間に1円からいいやろ。作れるよね、5万円で買うよね。で、儲かるのよ、あなたは。なんであなたなのか、なんかあなたが買うのかもしれない。そんな感じです。はい。やる？やってね。これは、あの、送料がかかります。うちの場合は送料だから、場所だけ違いますから。いやいやな、そうやな。送料が出てきます。ちょっとなんか。送料が出た段階で、何もしなければ発注になりませんからね。あ、高いと。あ、いい感じ。で、こっちは、あの、送ることできませんので、あの、軽トラで自転車乗せて帰るしかありません。軽トラ。はい。あ、どんどん、もうちょっといいよ。もうちょっと上乗せて。もっと乗せて。そうそうそう。大体50っていうのがあるんですけど、はい、それは小さすぎるんですよ。あれは家庭菜園にはいいと思いますよ。うん、庭でね、これこれ小さいのもちろんそれも置いてますね。うん、ね、いいですよ。いいけど本格的に持つするには全く話にならないね。やっぱりこっちがいいよ、話も半分できる。男一人であのこれが2つとこれでね、もう忙しいよ。もう入れちゃうこと、もう一日入れてどん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 炭ができる、そういう感じですね。はい。で、あとはね、だからこの竹でも木でもいいんですけども、木は太さによってあの炭になり方、時間が変わりますので、3段階か4段階に分けて、それで木を入れていく。太さで合わせて、あの入れていきます。竹は大きかろうと小さかろうと全部空洞があるから、別に何でも入れて構いません。で、もう下の方は酸素がなくなってきて、今から炭になっていきますが、たまたまほら炭っこの方が後から入ったからね、これが多分炭になれないかもしれないな。やっぱこれだけでかいのはやっぱりこれじゃないとなかなかうまくいかない。やりにくいな。いや、やってんですけどね。やってんですけど、こうやってほら炭にならない部分が残ってくる可能性がありますね。はい、だから竹でもいいし木でもいいし、これで実は大体ね、5割から6割が燃えて CO2 になります。で、その時の熱で3割から4割ぐらいが炭素として、炭として残っちゃうわけです。これもし全部燃やした時に CO2 がたくさん出ますけど、それは自然界が CO2 一体固定したものですから、これは全部ゼロサムって言って、これ全部燃やしても、あの地球温暖化に CO2 は増やしません。全く増やしません。だから全部燃やしても構わないんです。
ストーブを炊くことによって山の CO2 コンテナルが高くなる。ということは薪ストーブでも03じゃないってこと。薪ストーブで間伐材をちゃんと活用してくれて森林に仕事が出てくると森林そのものがますます CO2 固定できる、うん、そしてその炭がまた土の中で半永久的に固定できる。もうこれしか子どもたちの未来を守る方法、まあ、もう一つ一つあるみたいなんですけど、うん、これが一番で同時にお野菜ができますので、ぜひ皆さんこれを畑に入れてから今日の草の木作りをね実践してもらいたいなと思います。で、これどんだ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 ん入れていくと最後は満タンになってきます。満タンになってくると下の方にで燃えてないので鉄板があの温度が冷えてきます。少しわかる。もうちょっと今まだですけどね、もうちょっとするとねだんだん下の方に炭が溜まってきて今度上の方でしか燃えなくなる。そして下の方鉄板が冷えてくる。冷えるっていうかあんまり熱くなくなってくる。そうすると熱気があんまり上がらなくなる。そして鉄板の上周りが鉄板の中が炭で満たされてくると遠赤赤外線も飛ばの反射できなくなるでしょ。そうすると普通の野焼き状態になります。そうすると火力がすごく弱くなってきます。わかる。要するにとにかく入れてったらなんか燃えの勢いが悪くなる。それなぜかというと鉄板が温度が低くなるということと鉄板で反射ができなくなる。中に物が炭が溜まってくる。そしたら終了ということになります。終了になった段階で、もう炎はほとんどあんまり出なくなりますので、その段階で水をかけます。で、ホースがあればいいんですけど、ホースがないときはね、ジョロ、これだとね、ジョロ4杯分もあれば、結構消えるんですよ。2人入れたら。ジョロでね、ジャーッとかけながら、こう混ぜながらかけていく。それで、あとはもう4杯で、一旦消えます。消えたら、4、5時間待ってください。その間、消えたら今度すぐ、この炭だけ外して、鉄板だけ外して、ここ何にして。ちょっと待って。もう、お前。ここだけ1時間半で終わります。じゃあ、それからちょっとやっていくわ。そしたら、何時間か経った段階で、ここが、もし火が、どっちが消えたら、この消えたら、その、夜4杯で消したつもりなんだけど、実はちょっと消え残る、消し残りがある。そうすると3、4時間経つと、ここだけ、煙が出て、また上がってくる。ああ、ここが少し残ったんだっていうところをもう一回見せた。ジョロで4杯でかけるっていうのは節約できるんですが、必ず数時間後にもう一回見るってこと。これを必ずしてください。それをしないと、4、5日って言ってみたら全部灰になってたり。ということはよくある。ほんのちょっとの煙から始まってね、で4、5日で灰になってしまう。だから、必ず4、5時間経ったらもう一回確認するということでお願いします。あの煙が出ない以上もうちょっと入れていいよ。煙が出ない間は入れる。出なくなりますからね。まだまだ。深いところまでやったね。隙間でほらんごとね。ようできたね。すごい、すごい。隙間でほらんごとね。水平、平らに、最後は下の平らになる。これもし家向き入れとけばなお良かったんですけど。あ、そう。これを入れた畝にすぐ草を乗せてさっきみたいなマルチをする工程をしていいんですか。そうそう、これを混ぜたらね、土に混ぜてすぐ草を乗せてください。あんなね、でかかった竹が勝手にバラバラになってるでしょ。すごい。だからチッパーも何もいらないしね、これが全部半永久的に大地に残る酸素です。これがますます植物を元気にしてくれます。カキ殻石灰はどのタイミングですか。一緒に入れてもいいですか。一緒に入れていいです。炭を混ぜるときに。
そこで3杯目。前回多く回してよ、中まで。まあ、混ぜ損ねがないように。隅っこの方まで綺麗に。そうそう、上手上手。鉄板、そう、前前、こんな感じ。もう疲れたでしょ。全部しんどいっすね。急いでするからね。これで大体もう煙が出なくなりますね。そしたら数時間待ってもう一回確認するということ。まあ、これが終わるまでもう3杯で大体いいよ。